こんにちは、土方隼人です。今日は手玉を一度もクッションに入れることなくボールアウトで何点出すことができるのか挑戦していきます。本当に初挑戦なので、どのようにやれば高得点取れるのか、あとは考え方をいろいろ説明してからやっていきますので、皆さんもいろいろ考えながら見ていただけたら嬉しいです。それでは挑戦していきます。さあ、現在ターキーフォースなるか、6フレーム目。いい加減ですね。ブレイクでクッションに手玉を入れることだけは避けたい。これはいいブレイクだな。やっぱ8球早くとしたいから、7入れて8いってもいいな。7入れて8いって9か10にしようかな。少しだけ前。ちょっと弱かったな。これだと振りが微妙に手玉はこっち行ってしまうんで、今のはちょっとミスですね。そうなったら変えよう。6入れてこの辺に持ってきて、次5か9。でストップすれば8が9。さあ、この辺から全てのシナリオを考えられそうですね。2、8、10、2、1、3、5か。でも難しくなるな。ちょっと遠いですもんね。無理に全部を決めなくていいんですけど、決めたくなりますね。8、10、5、4。いや、難しいな。8、10、2は絶対だな。8、10、2、1、3、5、4の可能性が高そうです。ほんのちょっとだけ前側に。2。あー、でも2押して4、5、1、3でもいいのか。どっちがいいかな。2、1、3この辺になって、4、5、まだこれもいけるな。宣言通りに行こう。プランを変えずに行きます。ちょい引きぐらいかな。ほとんどストップ届かない。ちょっと嫌ですけどね。ストップぐらいなら自信持っていきますね。3、横に流して折ります。ちょっと大丈夫か。振りが逆になったな。
少しミスですね。微妙なミスですけど、このままだと押してこのラインに行ってしまうんだよな。行ってしまった時にこの辺から4をサイドに入れて止められるか、それかもうちょっと引いてこっちになってしまうけど4もコーナーに行けるか悩むな。そうだな、手玉この辺まで来そうだな。で4コーナー、ボールの順番は宣言通りですけど入れるポケットが少し変わってしまいました。手玉を引いて4番に対してコーナーに、ナイス、完璧。ギリギリ集め込みでいけましたね。フォースですね。よし。さあ、5連続ストライクがかかった7フレーム目。うわ、ちょっと嫌だった。力入りましたね。そして熱くなってきた。下げよう。いやー、くっついたな。くっついたけど今2からちょっとついてるな。2から10引いて10をこっちに持ってこられるかもしれない。それしかないな。で、手玉は5年止まって次7いければいい。それ、そうだよね。まあ、10当たっても今悩ましいのが、10とこの間に行くのか、10だけ単体でこっちにずらすのかが。10だけ単体だと次の手玉の位置がちょっと難しそうだな。50だと次の手玉の位置はいいけどこの辺がまたトラブルになっちゃいそうなんで、どっちか。まあでも10とこの間ぐらいかな。ナイス影。まあただまだ難しいですね。この楽がやっぱフィフスがかかってるとコンビもあるんだよね。10いって、まあ、5とかもありだけどな。10いってもしよう、コンビやめよう。10いって5に行くために8から10がいいな。7、4か。まあ4、8もいいし、一応確認で1見て、まあそうだな、4ストップ8、そうしよう。ストップかちょっと引くぐらい、ボール1個分ぐらい戻せれば。で、ほとんどまっすぐぐらいにして15。うまいな。だんだんプレッシャーがってきましたね。うまいと。むずい。このあと3かな。この辺に行って3行くしかないか。3から9だよね。そこに止まる ?5。この辺止めたいね。
なっちまった。やばい、やばい。くそ、今ここで録画あれば最高だったのにな。ここに来てちょっと難しくなってしまった。3から全然違うな。引いてこの辺か。この辺、ここ目指して6か1か9か。そうですね、もうここですね。そう、ちゃんと行こう。弱いか。弱いのは最悪だ。ないなこれは。あー、奇跡の超ミラクルナイスショットが出ればいいな。1番をコーナーに入れて、手玉を6に当てて減速させて、この辺で止めて、6がクッションに入ってこの辺来て、手玉がこうなって9か6がいければ最高です。よし、あるシュート、頑張ろう。惜しかったらいけるよな。さあ、こうなるとね、オープンフレームの危機が迫ってきました。くそー、6、6、1、9か。一気に難しい。まあそうだな、この辺まあタイプ2ウェイのみな、もう弱くして、どうしたろうか。引いて、そうだね、ここにして9番、サイドバンクまである形でしょ。ここ、ぴったり。弱いか。9番サイドバンクあるけどな。9番サイドバンクで引いてこの辺にするか、まあ、今1番を引いてぴったりこれ持ってきてまっすぐにするか、そっちですね。1番引いて手玉をこの辺に、まあ、最後サイドバンクもいいですよね。ここはダメ、まあ、ギリギリか。よし、完璧じゃない？ナイス。ストップで入れるだけ。耐えましたね。7スピカ。8フレーム目。右に当てしまった。最悪か。やばい、やばい。ブレイクも注意力が減ってきたな、集中力が。
まずい。8番縦切りで入れて、うわそれどうしようか。ストップしてまず2か。そうすると8、2、3いってみよう。プレー出した。少しだけ前。で、3-5。今4にしとけばよかったな。もうちょっと前出せば頭が追いついてない。終盤に来て頭が追いついてないですね。この辺か。集中力大事ですね。少し前に出して9-6。ちょっと弾き気味の前に出しと。手玉をこの辺止めて、次7サイドに入れて1と10を崩すしかない気がする。よし、サイド難しいけどしょうがないですね。で、1に当ててから手玉を少しこっちに逃がす感じに少し下を突きます。1、ここ、10、この辺、そして6もいける感じでしょう。1よ。この3球はマジで最悪ですね。いやどうしようかな。10か、先10だな。10入れて4。この辺、手玉6行きたいけど、まずは振りをちゃんとつけることが大事。前に出して最悪スペアあるもんな。神がかり的な6入れて手玉を1に当てて、手玉がクッションに入らずに1がちょっと横に行くように。
ちなみに今1に当たったとき車が入ってしまったら6が戻ってくるんで最悪です。それだけはないように。うわ、スキットしたよ。スキットして手玉が弾けてしまった。これはもう最悪です。いやー、ラグを立ててしまったのか。くそ、8。いやー最悪だ。どう使いたい、どうしようもないよね。バンクバンクだな。6番。9フレーム目。ちょっと強いな、ちょっとブレーキ強かったな。さあ、先ほど初のオープンフレームだったんで、もうオープンフレームは出したくない。そして取り出しがやはり難しいことありますね。ほぼほぼいい球がないな。4か4入れて手玉5辺にして次3か8。あと1に当たってもらってもいいか。1に当たって手玉止めよう。8がまっすぐかな。さあ、ただまた6か10が難しい。これもそうだな、8まっすぐだけど3入れて手玉をこっち方面に取よう。2か7。9に当たってもいいし6に当たってもいい。引き気味で、で10いけそう。うまく組み立ててるな。いけないかな。まあ、いや、フレードをして、スキップが怖いですね。少し湿気できたので10入れて6に当ててもいいな。10位入れて横に流して6コーナーが最後だな。9も最後、最後いけるね。コーナーかな。うん、先に余裕が当たってましたが、6、2、5、8、9、1イメージは。2、5、8、9、1。これはいけそうか。
と回り出してほんのちょっとですね、前というか横がで、ストップ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 、よし、慎重に、よし、10フレーム目、12フレーム目までやりたい。くっつくな、力加減はかなり大事ですね。配置もいいな、配置も良さそう。3、9、ちょっと長くなってきたんで早めに行きます。ちょっと難しいな。2、2、7か、ちょっと8気味で次7いけるように、少し10に当たるかもしれないし、前に行ってもいい。ちゃんと考えないとな、これ逆に早くやってもダメか、考えないとおかしくなっちゃう。7、5、今5もいけるか、5いってもしょうがない。7、7入れて4に当てて手間止めよう。そして次1、1、10、4、6、5、8かな。1、10、4、6、5、8、パッと振り間違えしましたね早くやるとこれが起こるな。8号に進行しよう。やはり時間をかけないとダメですね。引いて5に対してまっすぐ出るように。11フレーム目になりました。11フレーム、まあ加減は良かったけどな。
1スタート1 3 8を最後するか1 6スタートでもいいな。6スタートにしよう。6、9にしようかな。6、9か6、1か。早くやりすぎた。雑にやるとこうなるので気をつけてください。急に怖いけど急しかないな。ちょっと疲れてきましたね。考えよ。もったいないこれ無理だ。2前半2スペアをちゃんと取ります。最後ちょっと集中力一瞬切れちゃったんで最後持ち直して、次1 7 1 7。やっぱこれかなり考えてやらないとうまくいかないですね。パッとやってできるものではない。1、10、4、1、11か。4、2したいけど2かな。最後8かな。3、5、7。いや、これ難しいな。3なら5か。手玉はこの辺まで。点数発表参ります。結果は215点取ることができました。これ3回やればプロテスト合格ラインの点数です。まあちょっと9フレーム10フレーム目かストライク取ってなんとなく点数が分かってて少しだらけてしまって11フレーム目今ちょっと集中力切れてもったいなかったんですが、かなりいい結果になったんじゃないかなと思います。結構すごいですよね。っていうかこれもう先のことを考えなきゃいけないからめちゃくちゃ頭使って集中力も使うし、いい組み立ての練習になると思うので、中級者から上級者の方はぜひやってみると面白いと思います。いつかこれでパーフェクト出せたら嬉しいですね。もしよければ高評価とチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それでは長くなってしまいましたが、本日もご視聴ありがとうございました。